構内1977年の串路臨港鉄道春鳥駅と周囲約 1km 範囲。右端上が東串路方面、左が知人方面。低い丘陵地帯の谷合いに位置し、左端に春鳥湖が見える。駅はすでに旅客扱いを廃止していて、三佐寺の真下に見える水色屋根の駅舎前の短式ホームは使用されていない。三佐寺からは、 駅ホームの知人側にある踏切を通って海側へ、向かう道が伸びるが、その脇に連絡橋が設けられている。三左時北にあった単純は撤去されている。構内は西側に多くの留置線があり、東側駅裏には車庫が見える。東側の分岐から先には、太平洋炭鉱の先端設備と石炭石採用ホッパーを持つ工場があり、 その工場南側には、海岸近くの二つの高校、沖津高口と春鳥高校からの郊外軌道が、ループを描いて運び込んでいる構造が見える。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成春鳥駅は、北海道釧路市春鳥八丁目にあった、太平洋石炭販売輸送輪港線の駅。貨物専用駅であり、 石炭輸送列車が発着していた地上駅、所在地名より、地名はアイヌ語の天下であり、諸説ありはっきりしないが、ハルートレワルイはハルトゥルカラとされる、城山駅より5.5キロ、ありがとうございます。